Hello everyone! So, this video took way longer than I expected it to. As many of you probably already realized, the Japanese dialogue in the Freddy and Foxy scenes from Ultimate Custom Night doesn't match up with the captions provided. They actually have nothing to do with the audio at all. So, I tried to look for a clear translation online, since I'm not very fluent in Japanese. And for a long time, I couldn't find anything. Seriously, it wasn't until several hours of research that I found two pages on Reddit with some information, and I couldn't find out why this was all I could find. I mean, Ultimate Custom Night has been pretty popular and has been out for a while now, so why could I only find a few pages of information? Well, it wasn't until I watched several of the cutscenes over and over and over again that I found my answer. You see, not only are the captions wrong for the Japanese audio, but they're also randomized. You could unlock all 6 cutscenes in the game and only hear half of the Japanese audio. And even if you find all of the audio files, they're not in order. And sometimes they cut off randomly. So, I had to find all of the audio clips, then find translations for all the audio clips, and then piece them all together to make a somewhat understandable story. Phew! It wasn't easy, and it's not perfect, but I think I've got most of this right. Feel free to let me know in the comments if some of the translation is wrong, or if you think the story is out of order. Big shout out to these two Reddit users. Without their translating skills, I could not have made this video. And I'll post a link in the description to their pages. Okay, so without further ado, here is The Bear's Revenge. 私はここで同じ冷たい朝飯を再び食べている。私はコーンフレークが嫌いだ。それは十分に美味しいが、私の口の中を切り裂き、後で後悔することになる。しかし私はそれこそが戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえお前がコーンフレークで口を切ったとしても、そしてお前がそれをもう一度食べようとすると口の中をさらに痛めてしまうので、それ以上悪化させないよう、それ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない。我が人生とこのかよばき口が呪わしい。私は遥か昔のこのような日を覚えている。私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしてもあの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げるとそれは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。それで鳥を撃ったか、それとも捕まえようとしただろうか。笑いカワセミの服を着た笑いカワセミの隣に座った私は何をしたのか、私は何をしたのか全く覚えていない。それは傘とゴムのズボンと何か関係があったようだが、私はその夜結構な笑いカワセミのシチューを楽しんだことを覚えている。池に浮かぶことが素晴らしい瞑想法であることを発見した。問題は厄介な学校の子供たちだ。奴らは水中に潜って私を引っ張ったり、蛇を池の中に投げたり、蛇のようなものを投げたり、怒っていた。奴らは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて、
バスケットをぶつけたと思うか？彼らはものすごく怒っていて、水に放り投げられると同時に彼らは私のために来る。ひどい匂いも。私が最後に過ごした時、私はそこに沈んだ。私がそこにいる間、私はビジョンを持っていたと思う。私は私の先祖に会った。彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのか。そして最近は子供たちが権威を尊重せず、ビデオゲームに明け暮れ、ポテトチップスを食べる様子を教えてくれた。尊敬も規律もなし。私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、あなたは決して祖先を怒らせることはない。今私は肩の後ろにこの口を持っている。夕べ空に浮かぶ夢を見た。その後まっすぐ立って星の海に落ち、まるで下に見えないベッドがあるように着陸した。それは暗闇があるまで私を運んだ。目が覚めると、これは死後のビジョンであると思えた。私は何が来るのかを見ていた。私の祖先が前に行った場所を見た。しかし私の周りの人は言った。いや、私はちょうどあまりにも多くの道場のジュースを持っていたと言った。そして窓の下で、そして下のアルパカの飲み物のトラフに落ちた。ひどい匂いだった。はあ、笑いカワセミは事故ではなかった。私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた、我が人生と目的の状態について何が言えるか。目的はあるのか？私はそれを持っていたのか？それは深い謎だ。怒りの上場に座って、解決できないと思う。それは自ら呼ぶもの。私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか？私にはキャラクター開発の余地がなく、私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だ。だから私は一緒に行った。怒りの道場。それは私にはとても恐ろしく聞こえる。しかし私は何を知っている？私は池に浮かぶのが、瞑想するのにとてもいい環境であることを発見した。しかし私は誓ってもいい。そのバカなクマは普通最初にそこに着く。それは私のせいではない。クマは早く目を覚ます。本質的にだ。私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが、彼は冬眠していると思うし、とにかく池が凍りついているので誰かが気にする。私はちょうど氷の上に横になり、私の下で凍った魚を見つめている。凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう。深いものに集中するようになるからだ。体も痛むので深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私と一緒に
毛布を持っていたいなら、私は自分自身を氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪習を目覚めさせた理由ではない。私は実際に久々に馬小屋から集めていた紙を使ってアルパカの衣装を痛烈に作った。私は実際にはもともと蚊の窓の外でいくつかの厄介な音作りを計画していたが、その後彼は飲酒の谷に落ちた。そしてそれは私の誕生日のようだった。だからもちろん私は彼をトラックから引きずり出し、しばらくの間アルパカの糞で彼を巻き込んだ。とても楽しい。私は写真をオンラインで投稿したが、最初に友人に見せてもらう必要がある。誰にでもあんたの写真を見せることができる。そこにはたくさんの変人がいる。誰かいないか。私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。誰かここから降ろしてくれ。